ハリー・マーシャル・ウォードハリー・マーシャル・ウォードは、イギリスの植物学者、菌類学者、植物病理学者である。イングランド西部のヘレホードに生まれた。トマス・ヘンリー・ハクスリーが教えていたサウス・ケンジントンの公立夜間学校、学芸局で学んだ後、1875年に、マンチェスター大学の応援カレッジ、1876年から、ケンブリッジ大学のクライストカレッジで学んだ。 ケンブリッジ大学の学士は、学芸局で共に学んだ裕福なユダヤ人のルイス・ルーカスが負担した。ウォードは当時イギリスよりも植物病理学で進んでいたドイツのユリウス・フォン・ザックスとアントン・ド・バリーからも教えを受けた。指導を受けた、ウィリアム・ターナー・シセルトン・ダイヤーの推薦によって、1880年から1882年まで、 セイロンの植民地政府に雇われて、セイロンのコーヒー栽培に影響を与えていた、コーヒーサビ病の研究を行った。コーヒーの品種の多様化や、農園間に森林を設けて、感染を防ぐことを進めようとしたが、農園主たちは、島の環境を破壊し、単一のコーヒー品種を植えていたため、サビ病を防ぐことはできなかった。1883年に、イギリスに戻り、 応援カレッジの助講師となり結婚した。1885年にロイヤルインド工学カレッジの林学部の植物学の教授となった。シセルトンダイヤーの推薦で1886年にロンドンディンネ協会のフェローに選ばれ、翌年には王立園芸協会のフェローにも選ばれた。1889年には王立協会のフェローに選ばれ、 1900年から1901年の間、イギリス金学会の会長も務めた。1895年に、ケンブリッジ大学の植物学の教授となり、植物学の教育環境の整備に貢献した。息子のフランク・キングドン・ウォードは、チベット奥地やビルマ北部で、多くの植物採集を行った、植物学者となった。H.M. ワードは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ハリー・マーシャル・ウォードを示すのに使われる。ありがとうございます。